俺、優吾さん、あんたでもいいよ。1分無制限と完全決着ということと、何かお互いにかけてやれるんであれば、もちろん、それで面白いんじゃないかなと思います。はい、試合決定時で、マンさん、ちょっと練習したいどこで、ここでいいですか。ここで、はいですか。はい、はい、まさかのまさかの展開で、びっくりびっくりですね。ちょっと汗かいたね。いやいや、それを言ってたんですね。ちょっと、そうなんですよ。そっか、じゃあいい人がいたらでもその人に行こうとしてたんですね。そう、行こうとしてたんだけど、やっぱその比較しちゃうじゃないですか、天秤にかけた時に。やっぱどうしてもね、ストーリーっていうのがもう僕も年だから、もうあと何回本当にこの、せっかくお会いできてるけど、この大会お邪魔できるかもちろん分かんないと思ってやってるから、だからそこでできることってなったら、なんかそのストーリーというか自分の中に理由がないとちょっと動けなかったです。はい、プロデューサーですね。いやいや、やっぱり。いやいや、そんなことないです。何を言ってるんですか。ね、だからなんかあの、まあね、1000万ぐらいの何かを、うん、あ、天岐阜を配るのか。そうですね。募金するとか。そうですね。ちょっとただ中村、そうだな。ちょっとお金どっかで工面しないとまずいみたいな。まあね、勝てばいいです。あ、そうかそうか、はい、勝てばいいんだな。そう、はい。まあでもほら、普段はそういうことで命をかけてやってる方たちだから、そういう方たちにも恥じないぐらいのラインのことはやりたいなとは思ってます。プロじゃないんで僕は。はい。楽しみです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。優吾さん。優吾さん。まさかの展開で大丈夫なんすか。いや、練習してもらおうかな。いやいや、しますってか曲げたらまずいっすよ。いや、油断してましたね。なんで俺なの。最後の最後に一番鼻回るやつ、なんで俺なの。まあまあまあ、代表ですから。いい、ここは代表を背負って戦ってください。はい、ブレイキングダウンを負けないように、はい、頼みます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。